マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、今日はですね、たった材料2つで簡単にパンケーキが作れるらしいので、今日はね、実際に僕が作ってみたいと思います。たった材料2つですよ。すごいっすよね、2つで作れちゃうっていう。はい、でね、その材料がね、じゃーん、こちらです。1つ目、これ卵ですね。新鮮、さっき買ってきたからめちゃ新鮮で、もう一つがね、これバナナなんですけど、もっとね、実際売れてるバナナの方がいいみたいです。まあ結構新鮮な、まだね、バナナですね。この2つの材料だけでなんとね、パンケーキができてしまうということでね、実際に作っていきたいと思います。でね、作るのもめちゃ簡単で、まずね、こちらのバナナですね、この新鮮なバナナをミキサーに入れていきます。よし。そしてこのミキサーの中に卵を2つ入れていきます。これだけ見るとさ、なんかマッチョマンの飯みたいな、筋肉つけたい人のね、ご飯みたいなね、感じですけど、これでね、できるらしいんだよね。よし。で、蓋をしてミキサーのスイッチオン。おー、すげー、バナナが踊ってる。すごいね、なんかトロトロになってて、かぼちゃのスープみたいな感じになってますね。これバナナだけどね。うわめっちゃバナナのいい香り。これを焼くと、なんとパンケーキができるらしいです。では実際にね、ちょっと次焼いていきます。はい、では作っていきたいと思います。で、今ミキサーしたやつをね、こうやってね、垂らしていきます。でね、これ焼くのがね、かなり難しいです、正直。で、このぐらい入れて、で、火は一番小さくしといてですね、このぐらい入れます。こういう風にね、蓋もしてゆっくり焼いていきます。こういう風にね、いい感じに焼けてきたら、下からね、こういう風に円を描くように、少しずつ優しくこう剥がしていきます。これをミスるとすぐね、形崩れちゃう。これ難しいな、思ってたより。ちゃんとね、形作れたらひっくり返します。せーの、よし。はい、ひっくり返したらね、こういう風になりました。一番焦げてるところ若干剥がれちゃったんで、ちょっと色がね、こういう風になっちゃいましたけど、はい、でもね、いい感じで焼けてます。こういう風に焼けました。かなり薄い、なんか予想してたのとね、ちょっと違う、なんかお好み焼きみたいな感じになっちゃいましたけど、焼けました。はい、ではね、これをね、トッピングしていきたいと思います。このように材料2つのパンケーキ完成いたしました。トッピングちょっとしてみました。クリームとチョコレートなんですけど、バナナチョコ的な感じにしたくてやりました。で、ここちょっとね、厚みとかちょっと見ていただくとわかるんですけど、かなりね、薄いんですよね。このぐらい？ちょっとね、パンケーキっぽくない、ハテナマークが必要なね、パンケーキができましたね。では、バナナパンケーキいただきまーす。うん、美味しい。確かにパンケーキっぽい。薄いけど、なんとなくね、パンケーキっぽさはありますね。でも、食感がもちもちとかそういうのはなくて、ちょっとね、ボロボロしてるイメージに近いかもしれないですね。はい、でもね、バナナの香りがね、ふわーっと口の中に広がって、なんかこのちょうどね、クリームとチョコレートと一緒に食べると、バナナクレープを食べてるような気分になりますね、これ。うん、美味しい。思ってたよりすごい美味しいです。材料2つでできた。すごい。はい、ということでですね、材料たった2つでね、パンケーキっぽいものがね、しっかりできたんで、本当にね、すごいなと思います。ぜひね、皆さんも興味ある方は作ってみてください。ただしね、やっぱりね、焼くのがどうしても難しいので、弱火でじっくりやるのがね、おすすめです。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またなんか面白いもの作れたらなと思います。ということで、以上、マスオ TV でした。バイバーイ。